ジェミニンは人では GMNN 遺伝子にコードされるタンパク質である。ジェミニンは大部分の真核生物に存在する各極剤タンパク質であり、主観でコードに保存されている。ジェミニンは構成動物の細胞周期、細胞増殖、分化系列の決定、神経の分化において機能するなど多数の機能を持つことが解明されている。その機能の具体例としては、 DNA 複製因子 CDT1 の阻害が挙げられる。ジェミニンはもともと DNA 複製の阻害因子、そして後期促進複合体の機質として同定された。同時期にジェミニンは発生中の爪がいるゼノプスの肺の神経板を拡張することも示された。ジェミニンは約200アミノ酸残器からなる核極剤タンパク質で、その分子量は 約2万5000である。非典型的なロイシンジッパーコイルドコイルドメインを含む、酵素活性や DNA 結合モチーフの存在は知られていない。ジェミニンは細胞周期の G1 期には存在しないが、S 期、G2 期、M 期を通じて蓄積する。ジェミニンのレベルは優位と分裂の中期から後期への移行時に、後期促進複合体によって分解されることで低下する。 s エ s キの間、ジェミニンは DNA 複製の負の調節因子として機能する。多くのがん細胞株において、ルナイによるジェミニンの阻害によって、ゲノムの一部の再複製が起こり、異数性が引き起こされる。こうした細胞株では、ジェミニンのノックダウンによって増殖が顕著に低下し、数日以内にアポトーシスが引き起こされる。しかしながら、このことは、 初代培養細胞や不死化細胞株には当てはまらず、これらの細胞では DNA 再複製を防ぐ他の機構が存在している。ジェミニンのノックダウンは多くのがん細胞株で細胞死を引き起こすが、初代培養細胞では引き起こさないことから、癌治療の標的としての可能性が提唱されている。有意と分裂 S 期の始まりからアリ分裂の終盤まで、ジェミニンは複製因子、 CDT1 を阻害し、複製開始前複合体の組み立てを防いでいる。G1 期の初期には、後期促進複合体は、指基沈化を介して、ジェミニンの分解を開始する。ルナイによるジェミニンの阻害は、多くのがん細胞株において、次の細胞周期での DNA 複製の障害を引き起こすが、そうした細胞周期の欠陥は、初代培養細胞や不死化細胞株では、 観察されない。このように、ジェミニンは、各細胞周期に一度だけ複製が起こる、要保証する重要な因子である。ジェミニンは、クロマチンの高アセチル化によって、初期の神経系への運命決定を促進する。この効果によって、神経関連遺伝子への転写のためのアクセスが可能となり、こうした遺伝子の発現が促進される。究極的には、ジェミニンは、 いずれの系統へも運命決定されていない細胞に対し神経系の特性を獲得させることができる。ジェミニンはスウィー・ SNF クロマチンリモデリング複合体と相互作用することも示されている。神経前具細胞では高レベルのジェミニンの存在が終末分化を妨げている。ジェミニンとスウィー・ SNF との相互作用が取り除かれると ジェミニンによる阻害は解除され、神経線具細胞は分化することが可能となる。ジェミニンの機能の研究には、モデル生物が利用されている。国際ノックアウトマウスコンソーシアムプログラムの一環として、GMNNTM1O2 と呼ばれるコンディショナルノックアウトマウス系統が作成されている。このプロジェクトは、ハイスループットな変異体作成によって、 疾患の動物モデルを作成し、関心のある研究者に配布するものである。オスとメスのマウスに対して、血質の影響を決定するための規格化された表現型スクリーニングが行われている。26種類の試験が行われ、3つの重大な異常が観察されている。劣性致死性の研究からは、妊娠中に、ほぼ接合型変異体が見られず、 そのため離乳期まで生存しないことが示されている。その他の試験は、ヘテロ接合型変異体の生体マウスに対して行われ、メスでは水晶体の形態的異常と白内障が見られることが示されている。さらに、ジェミニンノックアウトマウスの小腸と肺では、ゲノム不安定性と腫瘍形成の増加が観察されている。ジェミニムはいくつかの悪性腫瘍や癌細胞株で、 過剰発言していることが知られている。一方、ジェミニンガゲノム不安定性を防ぐ、がん抑制因子として作用していることを示すデータも存在する。ありがとうございます。